それではあの両院議員総会を開催させていただきます。えー、現在の出席状況をご報告させていただきます。えー、衆議院73名中62名、参議院59名中43名、105名の出席で有効に成立していることをご報告させていただきます。それではあの最初に改めてあれですか執行部の方から、はい、じゃあご提案をお願いいたします。 えー、それではあの改めまして、すみません、どれが両院総会決定事項で承認事項か若干、アバウトなんですが、あの改めて、えー、資料の1枚目から、えー、中央代表選挙管理委員の追加選任、本、えー、村健太郎衆議院議員の追加選任、そして、えー 代表選挙に関しまして2ページ目にございます決定事項、えー、特例規則の適用を含めて1月7日告示1月18日臨時党大会で代表決定選出という決定事項そしてその特例規則3ページ目 えー、そして臨時党大会の招集、えー、4ページ目、えー、ここまでご議論をいただいた通りでございます、えー、なおこのお先ほど松本先生からお話のあったような、えー、この運用にあたってさまざご配慮すべき点については、えー、枝中央選挙管理委員長のもと中央選挙管理委員会で 最大限ご尽力をいただくということを執行部としてお願いをさせていただくつもりでございます、えー、同時にあの選挙以外で2点確認をお願いをさせていただきます、えー、代表選挙で新しい代表が選出をされますのが1月18日あと1か月ございます、えー、この間、えー、例えば政策面では税制改正予算編成等に対する対応がございますまたあの党務的にもあの 様々なことが1ヶ月の間に生じることがございます。これについては、あの特に政策面についても、あの必要最小限の範囲での。 会議等の招集させていただきますが、現任の執行部体制の下で、えーやるべき、やらなきゃならないことはしっかりと行うということで、確認をいただければと思います。それから代表選挙が1月18日となる関係で、特別国会における主犯指名には、代表選出が間に合わないということになりますこれについいいては代表代表行2名いらっしゃいます。 えー、当事者ではない幹事長、私と参議院会長とに、えー、ご一任をいただいて、えー、でありませんともう一度両院議員総会が、えー、主犯指名本会議まで必要となりますので、えー、軍事会長と私に、えー、お任せをいただいて当日、召集日の第二次会参議院総会にご報告をさせていただくということでご了解をいただければと、えー、以上、不随事項2点含めて、えー、ご了解をお願い申し上げます。 はいそれではあの代表選挙とそれから不随事項二つ特にあの主ハ指名については枝野幹事長と軍事参議院会長に一任をするということで合わせてお諮りをしたいと思いますよろしゅうございますかはいじゃあ拍手をお願いいたしますはいはいどうもありがとうございました。 それではこれで、えー、終了でございます。はい、えー、本日の両院議員総会、えー、終了いたします。どうもありがとうございました。